消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、もちろんですで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。翔平、キャッチャーに挑戦してると思います。はい。キャッチャーに挑戦というよりかは、もう、キャッチャーに転向します。はいどうも、翔平です。お願いします。というわけでですね、どなたかわかりませんが、翔平 TV でね、まあ、先日ね、いろいろありまして、復活することになりました。よろしくお願いします。久しぶりです。約1ヶ月ぐらいなんですけど、久しぶりにやるので、ごたごたしたらすいません。で、今回は、まあ、これなんですよ。これなんですけど、まあ、復活したのなんかやりたいなと思って、まあ、今回は、翔平。キャッチャーに挑戦してると思います。はい。キャッチャーに挑戦というよりかは、もう、キャッチャーに転向します。この間ね、買いました、これ。蓋をつけたんですけど、まず、これを使ってね、板止めをして、まあ、キャッチングをして、どんなミットかっていうのを、レビューしていきたいと思います。それではやっていきます。いや、ちょっと待ってくださいよ。何？え、これ、自分です。いいいい。え？いい。くんね、くんね。なんだなんだ。これ、自分のっす。いやいや、違う違う。俺の、俺のやから、俺のやから。なんでなんでなんで、俺のなんで、俺のなんでなんで、ちょっとあっち行って、ちょっと出ないなんで。いや、俺のやから。いや、ヒロトのものは俺のもの。いや、ドラえもんない。俺のものは俺のものなんで。ジャイアン悪いけど。いや、ジャイアン。え、ジャイアン。どこのジャイアン。イルマのジャイアン。ドラえもんのジャイアン。ドラえもんのジャイアン。まあ、僕のまあミットなんで、まあキャッチャー転向をねしたいと思います。はい。はい、なんだよ、なんだよ。自分のですよ。え、自分の。あ、自分の。え、自分の。いやいやいや、俺のよ。なんで。いやこれいいね、中村雄平モデル。中村雄平モデル。はい、ゼビオで買いましたんで。ゼビオで買いましたよ、自分が。え、いいじゃなくて。え、いいじゃなくて。どういうこと、どういうこと。自分が買いました。自分が買ったの。はい。あ、買ってくれた。あ、そうです、そうです、言い忘れました。買ってくれたんですよね、この間。謝罪も含めて買ってくれまして。なに、なに、なに。いや、自分のっす。自分の。はい。君のこれ。そうです。これ俺のじゃないの。違います。撮影とかでもちろん使わし、もちろん使わしてやる。使わしてやるって言います。もちろん使って大丈夫。使わしてやろう。使わしてもやってもいいけどって。もちろん使って大丈夫ですけど。すごいこの子、大物になりました。なんで？ユーポン、大物になりました。だってね。まず全然。分かったよ、分かったよ、分かったよ。いいよ、はい。はい。はい。何？はい、なんすか今日は。なんすか？今日は。結局ね、キャッチャー転向できません。無理です。無理です。はい。で、何これ、何これ。これキャッチャーミットです。知ってるよ、知ってるよ。さっき言いましたけど。何？さっき言いましたけど、自分が買ったキャッチャーミットです。あ、そうなの？はい。はい。え？で、っていうか一つ言い忘れてることあって。彼、動画を、120分ぐらい消したんですよ、この間。10分ぐらい、10分ぐらい消したんですよ。はい、消したんですよ。その中に、このキャッチャーミットの紹介も撮ってたんですよね。撮ってました。はい、それも消してんですよ。だからしょうがないから今日撮影するっつってやってんだよ。はい、はい、分かったか。分かってます。しっかりやれよ、しっかり。はい、はい、やって。はい、自分、ラガーズでちょっとキャッチャーをやっていて、今なんで、新しくキャッチャーミットを買おうかなと思ってました。で、それがこちらです。中村雄平選手モデル。では早速キャッチングしていきたいと思います。はい、マイミットでちょっとキャッチングしていきます。いいですね。はい、それではいきます。シュン、グダグダグダになっちゃう。でもちょっとこのグダグダ具合をちょっと撮りたかった。何見せられてるの。じゃあ、マイミットでね、やっていきます。言ってるもん。軽く最後。うわ、浮いてる浮いてる。オッケー。これ硬いよ、まだ全然取れんよこれ。はい、よっ。いいね、いいボール投げる。いいボール投げます。はい、よっ。あった。
お断り。難しい難しい。最後。シュート回転はちょっと難しいよ。微妙か。本当だ。わあ、怖い。いいね、いいね、見ていいね。あー商売は殺しに早い。ヘゴどう振り返りかぶすといいな。いいね、いいね、翔平メンバーいいね、みんな投げてます。おーすごい今指輪で通った、今焦ったー、今かわいい。ちょっとシュート回転苦手やよ。いしょ。あれ、このミットあんま音出ないやつ。ヘゴ、もういいね。飛び出る飛び出る飛び出る。はい。おー、いいね。あ、いいよいいよ。はい。あ、いい。あ、やば。ボール。いやミットがミットが悪いやん。最後よいしょ。いいねいいねいいね。あ、やばい、ごめん、引く。うわ、ダメだ。めっちゃ曲がった。めっちゃ曲がった。寿司。寿司。というわけで、翔平さんのメンバーです。久しぶりです。静かっすね。めっちゃ静かね。めっちゃ…お前じゃないよ。お前じゃないから。ボソボソ言うぜ。大事な動画を消してしまい
大事な動画を消してしまい申し訳ございませんでした。これ1ヶ月続くから出演してくれるメンバーで来週も、来週もあるやん。まあ、今回はさ、まあ、今回石川君と淵本君だけど、もしかしたら今日だったかもしれない、今日撮ったやつを消してたかもしれないっていうね、まあ、ショーヘズメンバーが出演、まあ、するためにさ、まあ、練習しにわざわざこう来てくれるのに今後もあり得るんで先に謝っとこうっていう作戦だよな。はい。はい、でキャッチャーミットの話なんですけど、それで、はい、どうでしたかこれ。縦型で取りやすいんだと思います。で、自分片付けの時ちょっと先っぽもポケット作ってるんですけど、先っぽでも取れるようにしたんですけど結構取りやすかったです。まあ、正直俺使いましたけど、まだちょっと硬いかなって、こう軽くこうパスンって取った時に出ちゃうんで、ちょっとまだ育てる必要があるかなっていう感じがしました。キャッチャーミットの片付けのこだわりはポケットをここら辺でつけるようにしています。で、今回このグラブはここでも取れるように、先でも取れるように片付けしております。なんで先っぽでもしっかりと取れるように、こっちではあんまりこのグラブでは使わないようにはします。今回はこのグラブを紹介してきました。ショーヘイズの皆さんもいい球投げるので、ぜひショーヘイズのサブチャンネルの方をチャンネル登録お願いします。本日の動画は以上となります。この動画の回はチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。お願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではショーヘイ TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。